10月の15日、今日は畝作りということで牛糞堆肥を今撒きましたので、これからこの管理機を使って耕していきたいと思います。まず最初に牛糞を吹き込んで、それから1回打ちました。2回目は、もみ殻、このもみ殻を畑の中に入れていくと土がすごくと柔らかくなります。入れてる土と入れてない土との違いというのはもう歴然としてます。前作はここはちょっともみ殻を入れてませんでしたけど、だからちょっとやっぱ硬かったですね。しかし去年これ去年のもみ殻の指がスーッと入っていくんです。これ見てください、すごい。普通は入らない、もみ殻を入れるとこう入っていくんですよね、こう指がこう。それぐらい土がプカプカになりますので、やっぱり入れると入れないとでは、全然違うということなので、ここはちょっと今年もみ殻を入れて土を柔らかくしていきたいと思います。もみ殻を広げましたので、これでまた耕していきます。そうするとさっきみたいなふかふかなこう指がスーッと入るような、土になります。それでは管理機で打っていきます。これで牛糞、それからもみ殻、これを入れましたので、土の中がもうふかふかです。いくらでも指が入ってきます。牛糞堆肥は水はけを良くします。そしてもみ殻は土の中に含まれることによって
土と土を広げてこう軽くすると言ったらいいのかな、そんなイメージですね。だから堆肥だけではやっぱり補えない部分がやっぱりもみ殻にはありますんで、まあ1年に1回もしくは2年に1回はもみ殻を吹き込んでやった方が畑はいい土になります。まあ、とりあえず一つ、ね、だけを今日は作る予定です。ちょっと管理機で簡単に作ってしまいましょうか。管理機の低速ですね。低速を使ってまず最初にここを走らせる。で帰りにまたここを走らせる。そういうふうにして真ん中ちょっとタイヤで2回踏んでますので、これからここを高温する。とても楽な畝立てです。畝立てに夢中になってて化成肥料とカキ殻石灰をまくのを忘れてました。もう一回耕しますので大丈夫です。で、それで一応畝の完成ということになります。大失敗。いかがでしょうか。割と綺麗な畝ができてます。いや結構いい畝かもしれない。管理機と冷機だけで畝幅これが80ぐらいです。ちょうどいいサイズです。手抜きの畝立てになりますけど、とりあえず畝立ては終わりましたので、まあ、こんな感じで畝立てが管理機を使うとまっすぐで綺麗な畝が立てることができるということでした。ということで今日は畝立て動画ということでお送りしました。もしも気に入っていただいたらチャンネル登録、それからいいねボタンよろしくお願いします。それではまた次回、バイバイ。